はい。えー、じゃあ、今日最後のニュースですね。えっ、ー、とね、Yahoo のニュース記事、珍しく紹介いただいたんで、こちらの方を紹介したいと思います。今日、ちょうど記事に載ったやつなんですよ。6月5日水曜日、朝5時の配信です。えっ、ー、と、ロスジェネ世代が今ね、どういう風に生きているかっていうことを、国際弁護士さんが一つの例をとって解説されています。タイトル、凄惨なブラック企業で苦しみ抜いた、 氷河期世代独身男性体のエーダで年収200年分を掴んでタイへ移住就労のない人生へということですねこれだけ聞くと逆転劇みたいに見えますけども実はねこの記事っていわゆる恨み節なんですよね私もそうですけども就職氷河期世代に生まれてしまったがゆえにまあ小学校中学校高校大学ととてつもない競争に延々とさらされて 中にはその競争に敗れてね若くして死を選ぶ方も結構いたわけなんですよね受験に失敗して自殺するなんてことも当時結構ありましたからね、まあ、そういった背景を抱えてせっかく就職しても就職した先はブラック企業ばかり当時はブラック企業なんて言葉もなかったんでそこからこぼれた方っていうのが、まあ、派遣労働いわゆる フリーアルバイターっていうねものになっていったわけですけども現代ではそのフリーターっていう言い方もしますしこれがですね結局20代で入ったフリーター生活が30代40代50代まで続いてしまって一切救済されなかったっていう、まあ、そういったね暗い人生があったわけなんですよで、えー、このね就職氷河期世代が30代になった頃新卒採用は当然20代の方から順番にされていきますんで永遠にそのチャンスを失った、まあ、そんな世代だったのかなっていうところですね で、記事は続くわけですけども、結局、今回の、うん、登場人物もね、このインタビュー形式で進んでいったんですけども、まあの証券マンかなんかをやっていたんですが、ノルマに追われて、結局、その会社を2年で辞めることになってしまったと、でその時に、前財産の半分、150万円をまあ、体の枝にね、突っ込んだのが転機になったのかなってところなんですけども、実際、だからといって、ハッピーエンドになったわけではないんですよ。まあご存知ののようにこの体の枝 ICO で上場して、かなりの値上がりを見せてね、ここに400倍以上って書いてますけども、結局、障害賃金を手にした形にはなったんですが、ただ、日本での税制にものすごくね、邪魔されて、日本ではこの決済できないという、まあ、そんなことがあって、タイに今ね、逃れて住んでるってことになるんですよ。どっかにありましたね、こちら。えっ、ー、と、最高55%の税金と住民税10%。 まあ、このあたり、その他にもね、実は暗号通貨に対する課税ってのはね、かなりかかってるわけなんですよね。まあ、それでもうこれじゃあ,あ、いくら体の枝で巨万の富を得ても全く意味がないってことで、タイに移住してしまったというね。で、ここで私が思うのはね、せっかく一攫千金を手にした、こういったあ評価機世代の方もね、そのお金を日本で使おうと思ったら全部吸い取られてしまうんで、結局、ブラック労働が変わらないってことなんですよ。ただ、 ああこういうふうにね、えー、いわゆる富裕層になった方が海外の税制の低いところで暮らすと生涯安定して暮らすことができるつまりそこでで消費活動すするわけなんですよね。せっかく日本で消費をしてくださるチャンスを得たのにこれではね日本を除く諸外国にどん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 消費のいわゆるお金がどん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 落ちていってね日本では全くお金を使ってもらえないということになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。 まあですんでね、例えば極端な話、暗号通貨の税金がないとすれば、多分、こういった方って日本でね、お金をバンバン使って、日本の経済を、ある意味、救うんじゃないかなと思うんですけどもね。うん。なんか、非常にもったいない話だなと思いながら、今日、この記事をね、読んでいたということでございます。じゃあ、以上ですね。